こんにちは、GENDAIです。今日はですね、胸の応用編っていう形になりますけども、今度は胸だけでいろんなルートだったりとか、あとは質感を見せるっていうことをやっていきたいと思います。ではまず胸によって動かされるというムーブをやってみたいんですけども、実際体っていうのは足から動きが始まったりとかっていうことが多分多いと思うんですけども、胸からドンドン、このように進んでいくっていう質感を今日は紹介します。本当にここに意識が入っているような感覚で、まず胸を少し前に出します。これは深呼吸程度で大丈夫です。でこの後から横に行くんですけども、イメージは例えば手があります。そしたらこの手のラインを動かさないように、胸が1回前に出てこの手を越えていくような感じで、1、2、こういう感じですね。1、2、はい。でこの時実際手はもちろん動いてしまっても大丈夫なので、ギリギリまでなるべく手をここに置いておいてください。でここでポイントなんですけども、実際にこの胸のトンっていうのがリアルに見えるために、この胸以外の場所っていうのを最後まで止めておく必要があります。なので一番ブレやすいところとしては頭なので、胸が前に出て横に出る時まで正面を向いて、そして首が限界を迎えたら最後に首が流れていく。このようにするとポン、胸にあたかも引っ張られたかのような動きが演出することができます。でこの動きは実際にいろんな方向、全部やり方は一緒です。胸が前に出てから下に落ちて最後に首がついていく、胸が前に出て横に行って横に来る、こんな形でいろいろ使っていただけるといいと思います。はい、ではですね、次なんですけども、今度はちょっとカクカクしたこうデジタルチックな動きを胸で表現してみるっていうやり方なんですけども、まずは脇の前、そして脇の後ろ、ここですねに上から見ると4点こうある状態にします。この4点に胸を近づけていく。なので斜め前に1、そして斜め前の反対側、なので横に平行に2、そしてそのまま今度は脇の後ろのポイントに3、これは横の状態のまま後ろに下げます。そして反対側のポイントに4、こういう形で最後、手をキープしたまま今の動きをやってみると1、2、3、4、1、2、3、4使えると少し胸がカチ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 、このようにちょっとデジタル、視覚きれいに動かすことができます。また、胸の動きで前回やったこういう前横後ろ横、この動きにも実際は動かし方では同じような見せ方ができます。そしてもっと慣れてきた人のために、今度は上から見た時に8の字を書きます。そしてこの8の字を胸でなぞっていく。なので前の方から後ろを通って真ん中、前の方から後ろを通って真ん中、こういう8の字ですね。これは上から見た8の字。これを実際胸でやってみると、はい、ここでポイントです。胸が動くときにはだいたいやっぱり頭が動いてしまうので、頭を必ずキープするともっとクリアな動きに見えると思います。はい、そして実際にこの8の字の動きをデジタルチックにやってみると、前横後ろ横前横後ろ、こういった感じで一番前に出てきて横、そのまんま後ろ、そこから真ん中まで戻ります。真ん中からまっすぐ、今度は反対側に横、そしてこの横の状態のまま後ろ、そしてここから真ん中に戻ります。これをこれを早くできるようになると、トン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 、こういう形で止めていくことで少しデジタルな動きになると思います。いかがだったでしょうか。今回は胸の応用編ということで、いろんなちょっと質図鑑を出したメモの解き方をやってみました。ということで、今回の動画もまたちょっといいなと思ったらですね、ぜひチャンネル登録していただきまして、いいねボタンを押してください。そしてぜひいろんな人にシェアしてください。ということで、また次の動画でお待ちしてます。